はい、お疲れ様でした。ピットしか使ってないですね、ほぼ。レベル1と戦った時に、本当にピットきついから、ちょっとしょうがなく、ロボットを出しただけで、本当にあの試合以外はロボット使わなかったんで、基本的には。1回戦目。サラさんはね、まあ、アイクと対戦するのは、本当に超久しぶりだったけど、まあ普通に勝ったな。まあアイクピット自体も、まあやっぱ弓があるんで、まあ結構復帰阻止できたかなーって印象。まあ地上うまくやれたのがでもでかかったかな、正直。復帰阻止の展開になるのも、まあ地上勝ってるからだからね。地上戦だけで見たら、別にアイク対ピットそんなになんかピット側が死ぬほど有利ってことは絶対ないから、まあ地上戦よほど勝ってた、予想と勝ってたんで、まあもう一戦目の時点でね、これ勝ってるから大丈夫だなっていう感じにはなったかな、正直。まあ、アイク変なことするキャラじゃないから。まあ普通に対戦して勝ちという感じだったかな。で、リュウオウさんがね、リュウオウさん強かったね。初めて対戦しますね、リュウオウさんとは。うまくいったよね、正直だいぶ。まあ、ピット対ディーコング自体はね、まあ普通に考えてディーコング有利だと思うんで、正直。勝った後に言うのもあれなんですけど、まあうまくやったなっていう印象ですね。ディーコングって結構、立ち回りキャラだけど、その普通にスマブラしても強いし、まあ、そのフリップとか強い技もめっちゃあるから、普通にバナナ持って普通に待たれたらきついんですけど、まあ、割と殴り合ってくれたんで、まあ、よかったかなっていう。まあビビは、まあ、慣れてますからね。で、アッシーもね。アッシーもはね、ほんまに強いね。ちょっと。やって思うけどね。なんか今に、やっぱやればね、わかるんですよ。やっぱその人が強いかどうかみたいな。なんかスパーゴとかとやってる時と似てる感覚があるわ。普通に。変なことしてるわけじゃない。俺と一緒はね、普通にスマブラがうまいねって感じ。リュウ対ピット、ピットよりはさすがに嘘やね。ちょっと。でも正直普通にむしろきつい寄りだわ。なんか、すぐ死ぬもん。こっち。アンキャンも強くないしね。はい。で、アコーラ。今回は、一本取れたね。まあ、そんなんだろう。まあ、ピット対スティーブは、言うまでもない、きついとしても。まあ、割と今回はでもうまくやったかなって気もしなくはないけど、流れ良ければいけそうな気もするけどね。正直。スティーブ、1ストック目で勝つかどうかめちゃめちゃ重要だからさ、正直。あのキャラがね。やっぱ1ストック目負けて、ダイヤ掘られてみたいな、なんかその流れで負けるパターンも結構あるじゃないですか。まあ、そういうシーンはね、まあ、しょうがない時はしょうがないし、1、2試合目やっぱ負け方、そういう負け方しちゃって、もったいなかったんで、めちゃめちゃ対策したところで、まあ、ずっと勝てるようには別にならないと思うけど、まあ、とはいえ、やっぱまあ、もうちょい詰めれば、まあ、いつか勝てそうというか、アコラさんと30本と話したって聞いたけど、いろいろ聞きました。いや別にアコラさんと話すのは別に今回初めてじゃないから、ね、その不仲説とかあるけど、ないから、ね、嫌う理由もないし。どういうこと話す？まあ、結構いろいろ話したかな。まあ、普通になんか試合一緒に見て、その試合について話したりとかもしたし。まあ俺基本的にあんま人嫌わないからね。警戒はするけど。確かに交流はないけどね。向こうが東京じゃないし。で、アコーラに負けて、裏。まあ、ここまでね、大手で勝ち上がれば、まあ、裏一回勝てばトップ8なんでね。まあ、ここまで来た時点で、まあまあ、みたいな。まあ、アコーラに負けて、アコーラに当たったら運悪いみたいにも言ってきているけど、まあ、他もね、強いですから、みんなここまで来たらね。で、裏落ちて、まあ、シュートンやね。まあ、シュートンと対戦するのは久々やったなぁ。大型やと、フランス以来か？シュートン、ザクさんへの苦手意識がなんか変なミス多い？そうなのかな？苦手意識あんのかな別にあいつ俺に対して。まあ確かに通算成績はちょっと俺の方が勝ってるけど、別にそんなことないんじゃない別に。まあ今回本日か、オリマは出てこなかったね。まあどっちでもいいなと思ってたけど。ミス多かった？まあそんな、まあなんだろうな。なんか、その、対戦ゲームにおいてのミスって、対戦相手、の上手さで変わってくるんで、普通に。別に VIP でやってるわけじゃないんで、大会ってやっぱ緊張した場面で、俺を相手に戦っててミスなんで、その別になんかその、なんて言うんだろうな、向こうがただミスったわけじゃないというか、まあ、対戦相手が俺で、こっちがちゃんとやってるの含めてのミスなんで、
対戦ゲーム上手いやつって、相手のミスも咎めるのも上手いし、相手にミスらせるのも上手いんですよ。ミスるかミスらないから完全に相手依存なことって基本的にはないんで。まあ、それ含めて、俺上手かったんじゃないですか、そこは。君たちと対戦してたら別にミスんないよ、シュートも。まあ、内容はまあ、普通に良かったね。まあ、一本目取られちゃったけど、だいぶ落ち着いてやれたかなぁ。って気もする。集中できてたし、ブラックピット多めでしたね。まあ、ピットの弓がね、なんかその本気かなんかそのチェンジで避けてくんねんの、弓を。ブラピの弓ってなんかピットの弓と違う点が、まあ、軌道変化の他にまあ、いくつかあって、まあ、ダメージ、全体フレーム、まあ、ベクトルとかいろいろあるんだけど、なんかそのブラピの弓って、今日溜めた時の恩恵結構でかくて、ピットの弓って溜めてもね、全然弱いというか、まあ、パーセンターちょっと増えるけど、があくまでそのタイミングをずらすためのためであって、なんかそのダメージ上昇を見込んだためっていうのは基本的にそのピットにおいては使わないんですよ。ただなんかその相手の回避読みでホールドをして、溜めようかなみたいなのがあるんだけどね。なんだけど、ブラックピットってなんかそういう夢をね、溜めると結構上がるんですよ、威力が。威力っていうか吹っ飛ばしがね。死ぬぐらい、普通に。場所がだって悪いと。結構、だからなんかそのホムヒカのスタビーとかチェンジ、とかにホールドでタイミングずらして当てた時とかに結構飛んでくれるんで強いっていう。地上で使うことはね結局あんまないんですけど、まあそういう展開にならなくて、この人対フィットはまあ良くて五分じゃないですか。別にフィット側が有利なことは 16% ないしけど、まあとはいえこっちもね不起訴し、向こうも不起訴しでね、まあ、ポロッと死んじゃう時あるんで、まあ5分ぐらいでいいんじゃないですかって感じ。復帰阻止の分は確かにあるけど、まあそんなんどうでもいいぐらい普通にホムヒカが、てかまあ光の地上戦が強すぎて、きついっていう。めちゃくちゃ単純な話ですもん。その分復帰阻止で取り返せば5分かな。まあ今回の試合はね、やっぱ復帰阻止相当決まったんで、まあまあまあ、勝ちましたよっていう。まあ、こっちが復帰阻止されないとも限らないんでね。ホームランの空下とかさ、プロビデンスリボルトとかね。今回こっちがなんかウェビーに空下合わせられるとか、マジで一回もなかったから。あ、それもやっぱ良かったかな。